瀬戸市立水南小学校は、愛知県瀬戸市東松山町154にある、公立小学校。瀬戸市の中央部、名鉄瀬戸線と愛知環状鉄道が交差する地域に、位置し、付近を国道155号が走る。瀬戸市立小学校の中で9番目に歴史が古い。東カスガ郡、水野村の水野、村立水野神城高等小学校分教場が、前身である。 1936年4月、文教場から独立して水野第一、人尋常小学校として開校した。初代校長は、畑野登。開校当初の児童数は193名、学級数は6学級だった。創立時は、教室数や教員数も不足していたため、二部教授が行われていたが、やがて廃止された。1944年12月の名古屋大空襲の、 際には、校舎法破片や機関銃などが、本校の校庭にも落下した。2001年5月6日には、水南小学校で収録された、テレビ番組、加外授業よこそ、先輩が放送された。来校した先輩は、古生物学者の富田幸光。ナレーターを務めたのは、ザ・ドリフターズの怒りや長介。2007年3月10日には、防犯カメラ設置について、 NHK の取材を受け、生放送番組、ホットイブニングで紹介された。2008年8月26日、テレビ、東京系列放送の夏の特番、カラクリネオドミの甲子園に、チューブブロック代表として出演。サポーターとして、元モーニング娘。のや口真まが本校を訪れている。新たな住宅地の造成、マンション建設が行われているため、 2001年の新入生は136名であり、近年では最多となった。これ以降も毎年120名以上の新入生を迎え、市内でも有数の大規模校へと変貌している。校区内の急激な人口増加による学級増のため、2003年には南校舎が完成した。2005年の児童数741名をピークに、徐々に 児童数が減少し始め、2016年時点では、児童数543名、学級数も1学年4学級から3学級となっている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。瀬戸市は、公立学校選択制を導入している。ありがとうございます。